次に鈴木義弘君。はい、おはようございます。日本維新の会、鈴木義弘です。先ほど質問に立たれたのは義行先輩ですけど、私は義弘でよろしくお願いします。まあ、少し肩の荷を下ろして、ご質問させていただければと思います。まずはじめに法案についてのうちで、森林は国土の保全、水資源の寛容、自然環境の保全、地球温暖化の防止など、多面的機能と公益的機能を有しているのはご案内のとおりであります。現在林業行政の根拠の一つになっている指標を目にいたしました。森林の有する多面的機能を可変評価する一覧表です。地球温暖化の緩和、 CO2 吸収で約1兆2400億、土砂災害防止機能、表面浸食防止で約28兆2600億、水源寛容機能、洪水緩和で約6兆4700億、水資源貯留で約8兆7400億など、一定の仮定の範囲においての数字で一例を挙げたに過ぎないと説明書きがされておりました。しかし、膨大な費用がかかることは認識できます。大臣は、国や自治体が森林整備に手を入れず、民間の経済活動に任せた森林管理の場合、経済的損失という言い方が合っているかどうかは分かりませんが、国土の保全、治水、利水などに関わる維持コスト、使用コストが全体でどのぐらいかかるのか、お尋ねをしたいと思います。沼田林野庁長官。お答え申し上げます。ただいま先生ご指摘のように、森林の多面的機能の評価額、いろいろ、日本学術会議の答申でもって出ておりますけれども、そういったその多面的機能をですね、維持していくためのコストということでございますが、まあ、なかなか明確に申し上げることは困難でございますけれども、まあ、例えば林野庁予算がそれに当たるものということで申し上げますとですね、平成25年度の当初予算でございますが2899億ございます。そして、今年の場合は、平成24年度の補正予算でございますけれども、これが2759億円と、まあ、こういった予算が措置されているところでございます。鈴木義弘君。はい、ありがとうございました。要するにそれだけの予算を、まあ、かけて、私たちの暮らしの安全と安心を一部では守っていただいているんだと思っております。で、それだけ の多面的機能と公益的機能を有しているのが、まあ、森林事業だというふうに、まあ、認識はしているんですけれども、かたやですね、ここ昨今京都議定書以来、地球温暖化、地球温暖化、それの防止は森林整備だけすればなんとかなるようなところに、まあ、変質してしまっているのかなというふうに私自身は思っておりますし、本来その化石燃料を使って私たちの、まあ、産業活動を支えている、まあ、CO2 だけが悪者にされているように思うんですけども、地球全体の面積からいくと森林というより国土 の、まあ、その陸地の部分というのは3割しかないわけですよね。で、その中で森林整備といっても限られた面積、まあ、日本は全体の森林の面積の中では7割を、まあ、国土の中では占めているんですけども、まあ、CO2 の削減だけを、まあ、森林に付加すること自体は、まあ、限界値があるかなというふうに私自身は思っております。地球温暖化の防止策は今申し上げましたように CO2 の排出抑制や排出削減、まあ、CO2 の吸収が必要であるということで、先ほどから議論がまあ行われているわけであります。ただし私たち人間が陸地に住む CO2 をコントロールできるのは、まあ、私たちが出す CO2 の排出を抑制するか、あとは植物の光合成に頼る CO2 の吸収を促進させる、まあ、このことを、まあ、今取り組んでいるんだと思っています。IPCC の第4次評価報告書で示されている地球上の炭素循環の資料から推計すると、森林における吸収は、まあ、これ地球全体でありますけれども、年間26億トン。逆に土地利用変化による排出、逆にですね、森林を伐採したり、緑をこう切ったりして排出する量は年間で16億トンというふうに、まあ、地球全体では言われているわけであります。で、我が国は先ほど申し上げましたように7割を
国土の森林が占めているんですけども、新規の植林や再植林をする新たな森林を作ることが対象地としてごくわずかであることから、今行われているように二酸化炭素を森林経営として吸収量を確保しようとして実施されているのは、まあ、ご承知のとおりだと思います。我が国の2010年時点で2500万ヘクタールの森林面積のうち育成林が1140万ヘクタールで 46%、 天然林が1360万ヘクタールで 54% となっています。育成林については間伐との整林時整備を推進し、森林経営対策森林の割合を増やすこと、天然森林については保安林指定を推進して保護保全措置が取られる天然森林を増やしていくとされています。国土が限られている中で育成林と天然森林を何年かけてどのように増やしていく考えなのかお尋ねしたいと思います。また戦後の復興期の時代で森林や雑木林を開墾して田畑に土地利用を変化させた土地を森林を、まあ、育成林だとかですね、天然林に燃やして戻していく考えは今のところお持ちなのかお尋ねしたいと思います。沼田林野庁長官。お答え申し上げます。まあ、地球温暖化防止の観点で、いわゆる気候変動枠組み条約の下で行われておりますけれども、地球温暖化はその人間活動によって引き起こされたものであると、まあ、そういったことで、二酸化炭素の排出削減でありますとか、吸収固定と、こういった地球温暖化対策についてもですね、人為活動に着目して、まあ、その効果を評価しているということでございます。まあ、そういった意味で、私ども森林吸収減対策実施しておりますけれども、一つはその、まあ、いわゆる適切な森林経営を行っている育成林を確保していくということ、そしてまた保安林等をはじめとしたですね、森林の保全措置を講じている天然森林を確保していくということを実施していく考えでございまして、まあ、今までもですね、取り組んできたわけでございますが、これから第二約束期間におきましてもですね、その比率をですね、高めていきたいというふうに考えているところでございます。ただ天然森林につきましてはですね、いわゆる、保安林の新規指定とかそういったものでですね、若干難しい面はあろうかと思っておりますけれども、まあ、そういった意味で間伐の推進を中心にですね、やっていく必要があろうかと思っております。またもう一つご質問がございましたけれども、いろんな意味で、まあ、有効に活用されてない、場所におきましてですね、例えば森林化していくだとか、あるいは、いろんな意味でのですね、その天然森林をですね、きちんと管理していくということは非常に大切なことだというふうに思っておりまして、そういったものにつきましてはやはり地域の実情に応じてですね、きちんとできるものをやっていく必要があろうかというふうに考えているところでございます。鈴木義弘君。はい、まあ、先ほど冒頭でご説明をいただきました、まあ、森林整備事業で、約2800億とか2900億近く、まあ、予算を割いて、整備に当たっていただいているんですけれども、やっぱりこれだけの、まあ、多いか少ないかは個人 の感覚の差はあろうかと思うんですけれども、これだけの税金を投入してやっていく中で、今お尋ねしたその何年かけてどういうふうにしていくのかといったときに、お尋ねしたんですけども、まあ、50年かけるのか100年かけるのか200年かけるのかですね、その辺 の大まかな年数で結構ですから、それと戦後の復興期の時代に、戦地からお帰りになった人たちの、まあ、職をですね、どういう形で確保させればいいのかといったときに、森林をある程度伐採したり、その雑木林を開墾して、まあ、畑を作ったり、田んぼを作ったりして、まあ、今日それをまあ活用しているんだと思うんですけども、逆にその不耕作地だったり、まあ、耕作放棄地だったりした場合には、
もうどうしてももうそこで農業できないんだということであれば、また自然に戻す意味でも森林に戻していってもいいんじゃないかという考え方を持ってもいいんじゃないかと思うんですね。その辺のことをもう一度お尋ねしたいと思います。沼田林野庁長官。お答え申し上げます。天然生林をですね、元に戻すといいますか、いわゆるきちんとした管理の状態にするということはですね、大切なことでございますので、ただそういった森林をですね、元に戻すといいますか、そういったものにつきましてはかなり、若干の人手と、それから大きなそのいわゆる天然力が必要でございますので、相当な時間はかかるのではないかなというふうに考えております。あともう一つは、その戦後復興の関係で、いわゆる例えば開拓跡地でありますとか、そういったものとなった箇所についてですね、そういったものをこういわゆる自然に復旧するといいますか、森林化していくということもあろうかと思っておりまして、そういったものにつきましてはですね、私どもとしてもいろんないわゆる支援制度、例えば農産業省の地域整備交付金を使って森林の造成を支援するでありますとか、あるいは一旦その森林化したものにつきましてですね、私ども森林整備の関係で保育等への支援を行うと、そういったことも可能でございますので、そういった箇所につきまして、きちんと対応していきたいというふうに考えているところでございます。委員長。鈴木義弘君。先ほど年数のお尋ねしたんですけど、とりあえず先に進ませさせていただきます。この間伐等の法律を施行して、育成単層林や育成副層林をコストをかけて整備していくという、ご説明をいただいたんですけれども、年々、片やですね、森林や雑木林などを含む緑が総支出している面積が増えていっているのは現実なんですね。で、その中で、何年かけてこの育成林事業を取り組んでいけば、CO2 が好循環になっていく、間伐をしたり、種伐をしたりしていって、木を切ってですね、商売として使うか使わないかは別にして、また新しい苗を植えて、それで CO2 の吸収量を高めていくんだっていうのが、間伐の一つの目的だったり、種伐の一つの目的で、新しくその森林事業を活性化させていくっていう考え方であればですね、どのぐらいの年数を見込んでいる中で、この育成林事業を進めていけば、CO2 が目標に達成するのか、もしくはそれ以上に吸収することができるというふうな考え方でおやりになっているのか、お尋ねしたいと思います。沼田林野庁長官。申し上げます。基本的には森林吸収の関係でございますと、いわゆる、気候変動枠組み条約がございまして、そのもとに京都議定書がございます。我が国ではですね、いわゆる京都議定書には入っております。離脱はしておりません。ただ、いわゆる京都議定書の第二約束期間における削減義務は負わないということになっております。そういった中で、自主的にですね、きちんとその削減、自主的な削減目標を掲げて、先進国の一員として行動していくということになろうかと思っておりまして、そういった意味で、森林吸収源につきましてはですね、今国際ルールで認められております、上限値でございます 3.5% というものをですね、2013年から2020年までの間にきちんと達成していくということが必要だろうと思っています。そういった意味でそこに必要なものということでですね、上限値 3.5% を達成できるようなですね、いわゆる取り組みということをですね、今後8年間ということで考えさせていただいているところでございまして、具体的には例えば間伐でありますと年間52万ヘクタールと、そういったもののですね、実施が必要になってくるのではないかというふうに考えているところでございます。委員長。鈴木義弘君。はい。じゃあ続きまして、2010年度の森林面積のうち私有林が1458万ヘクタールあって 58%、 国有林が769万ヘクタールのうち
31%、公有林が283万ヘクタールで 11% とお聞きしています。現在このうち森林経営として維持管理している割合は各所有者ごとどのくらいの割合で年間管理しているのかお知らせいただきたいと思います。沼田林野庁長官。大変恐縮でございますが、詳細な資料を今、手元に持っておりませんので、きちんとした正確な数値というのは申し上げられない状態でございますので、大変恐縮でございますが、基本的にはですね、育成林につきましては、国有林でありますとか、公有林というのは、相当程度の割合、もう9割以上になっているかと思いますが、いわゆる参入対象と、カウント対象ということになっておるというふうに考えております。ただ一般のその私有林といいますか民有林でございます。個人とか会社の所有森林でございますけれども、そういったものの対象になっている割合というのはですね、若干といいますか、5、6割ぐらいではないのかなと、感覚的な数字で大変恐縮でございますけれども、そういった状態ではないかというふうに考えているところでございます。委員長。鈴木義弘君。はい。先ほどからずっと前任の方も質問されてたと思うんですけど、地球温暖化が大事なんだっていうふうに政府全体で言うんですね。そういうふうに声を高々に叫ぶんであれば、私有林を国有林に買い入れなどして国が責任を持って CO2 の吸収措置をきちっと図っていけば、今回のその法案で出ている3割その森林所有者に負担を強いるということをしなくても、国がその今申し上げたようにですね、私有林だとか公有林、公有林も一部国だって言えば半分、6割近いのが私有林であるわけですよね。で、 CO2 の削減を本当に声高々に叫んでいくんであれば、国が責任を持ってそれを買い入れるな買い入れて、できちっとその計画に基づいて間伐するなり種伐なり植え替えをしていって、その目標に達成できるようにしていったらどうかなと思うんですけど、その辺をもしお考えをお聞かせいただければと思います。長島農林水産大臣政務官。はい。そのことについて私の方からちょっとお答えをさせていただきたいと思います。今林野庁長官の方から32年時点の温室効果削減の目標、あるいはそのことに対する方向性についてルールお答えをさせていただきました。で、先生ご指摘のやっぱり農地が天然林に帰っていくとかということも理解をさせていただいた上でお答えをさせていただきたいと思うんですが、政府としては地方公共団体、事業者および国民による取り組みを政府が支援をするという立場を取っているつもりでございまして、今ご指摘の傾斜地や路網整備が不十分である条件不利地であっても、森林所有者の自助努力ではなかなか適正な整備が見込めない森林については、地方公共団体による森林整備を国が支援するなどして、国としての役割を果たして森林としての機能を果たしていただきたいというふうに考えておりますので、どうぞよろしくお願いをしたいと思います。委員長。鈴木義弘君。先ほども質問が出たと思うんですけども、その林業を修行にしている人たちっていうのは別に CO2 の削減は関係ない話なんですね。なんでそれをその林業者の方に3割も結局負担をさせながら、それはもしかしたら使い勝手のいい補助金なのかもしれませんけども、でも国が声高々に京都議定書に責任を持って加盟して、それを目標達成としてやっていくって言っていながらですね、片や講談で本当はお聞きしたかったんですけども、土地をもう離したいっていう人も中にはいるっていう話なんです。そういう中で3割も金出せって言ったって、それは出す人はいないと思うんですよね。だったら国が責任持って京都議定書に批准をしたんだ、 3.6% 削減していくんだって8年間でって言うんだったら、国が責任持ってやった方がいいじゃないかっていう考え方なんです。そこのところもう一度再答弁をお願いしたいんです。林農林水産大臣。先ほどどなたかのご質問の中で、やはり、この吸収源対策をどう位置づけるかと
ということがございました。で、今長島政務官からも答弁をしていただきましたが、やはり吸収源対策というのは全体として非常に大事なことでありですね、世界全体として特に先進国を取り組んでいかなきゃいけないと。しかしその林業のですね、主たるなんていうんですかね、そのために林業をやっているというよりはですね、林業をやっていく中でそういう効果もあると、したがってその効果に着目していろんな施策を打つことによって林業の方がそれを選択していただければですね、ますますそれが相まって進んでいくと、まあ、こういうことではないのかなと、こういうふうに思っておりますので、もう国がこう約束したからもう嫌がる人を無理やりですね、これやれやれということになってはやはりちょっと本末転倒のところはあるんだろうなと、こういうふうに思っておりまして、まあ、先ほどどなたかのご質問の時にも申し上げたように、したがってそのサプライサイドといいますか、供給サイドでいろんなことをやることと同時にですね、需要サイドもきちっと施策を打っていって、いろんなことをやっていく中でこの林業が業として、まあ、回っていくと、その中でこの施策をですね、やることによってさらに、まあ、プラスアルファになるということが、まあ、一番いい形ではないかと、こういうふうに思っておりますし、またこの森林吸収、吸収源ということ以外のですね、多面的機能というのも先ほど議論があっていろいろあるわけでございます。したがって自助努力が見込めない場合にはですね、この森林所有者との協定に基づいて地方公共団体が、まあ、整備をするという意味での環境林整備事業というのがございますし、また地方公共団体が森林を取得すると、まあ、ある意味では公的なところを引き受けるということについてのですね、まあ、地方財政措置、まあ、こういうことによってですね、適正な整備保全が図られて、まあ、民と官の間のですね、バランスがこのいいものになっていくようにですね、きちっとやっていかなければならないというふうに思っているところでございます。はい、鈴木義弘君。はい、そうしますと、まあ、CO2 の削減の関係はよく分かったんですけども、まあ、長年ですね、林業の契約化の要因の一つになっているのは、高度成長期に住宅供給をするために供給する材木の生産が追いつかなくなってしまう、その代わりに外材を入れて、まあ、今日になってきてしまう、まあ、先ほども質問があったように、まあ、約7割近いのが外材、もっと言ってるんですかね。でその後もですね、なかなか対策が取られていたのかいられないのか分かりませんけども、材木の安定供給体制が整っていなかったのと、それと品質の確保が、まあ、きちっとできなかった、まあ、価格競争に負けるだけ、まあ、価格を低減する努力が、まあ、取り組めなかった、まあ、それで今日、まあ、大変厳しい価格競争に強いられているんだというふうに思っています。で先ほどから議論があったように、川上、川中、川下って、で私は川下っていうのは工務店さんじゃなくてエンドユーザーだと思ってるんです。でエンドユーザーにどうやって国産材を使ってもらうかっていうところを農林行政だけで考えるんじゃなくて、例えばですね、その住宅減税をその国産材を使ったら、まあ、それ8割9割使ったらですね、10万円減額しちゃうとかですね、住宅ローンを 2% で借りられるところ、国産材使ったら、まあ、0.5% 負けちゃうとかですね、そのぐらいな手立てをしない限り、国産材をどんどん増やしていくっていうのはなかなか難しいと思うんですね。だからそういう意味ではやっぱり川上の補助金サポートばかりじゃなくて、まあ、その中間加工をするとか流通をもう少しきちっと見るとかですね、ある住宅メーカーさんなんかは外材を主体にしてますから、港湾のそばにプレカット工場を持ってるわけです。それに対抗していくにはやっぱりそこの供給する側のところにきちっとした整備体制も必要だろうし、今度は使っていただく方もやっぱりこれで買えっていうんじゃなくてですね、そこにどうやって競争力を持たせてやるかといったときには、エンドユーザーの方のサポートもやっぱり考えていくなり、農林水産省の方から情報発信していった方がよろしいのではないかなというふうに思っておりますが、その辺のお考えをお聞かせいただきたいと思います。農林水産副大臣。若干歴史的なことを考えますとですね、価格競争的に負けてたという部分はあるかもしれませんが、それよりもやっぱりホワイトウッドの方がですね、目が細かくて硬くて曲がらないと、で、まあ、そして定数定量安定的に輸入されるということで、やっぱり国内の林業というのは競争力がなかったというところがやっぱあるんですよ。
ですから先生言われるように川上、川中、まあ、流通ですよね。それエンドユーザーである住宅を買う人、これが一体となった流れを作らないとなかなか今罰金を迎えている国産材は有効に利用されないんだろうと思います。まあ、平成21年麻生政権の時にですね、加速化事業なんかもやりました。いろいろやりましたけどもですね、なかなかうまくいかない。まあ、林業構造改善事業なんかもやりましたけども、これは協同組合でやらなければならないというのは縛りがあってですね、なかなかうまくいかなかったということがまあ確かにあります。これからだから山を持っている人たちが財を心よく出してくれるためにやっぱり山の木を売り出して儲かったとならなきゃなりませんので、プランナーの制度もありますから、まあ、ちゃんとエンドユーザーと山主と流通とそこを結びつけてですね、プランナー、そして、そういう人たちの力も借りながら、まあ、流れのいい流通形態というものを作っていくことが一番大切になってくるんじゃないかなというふうに考えております。委員長、鈴木義弘君。はい、ありがとうございました。先ほどとちょっとあの質問がかぶるんですけども、まあ、これからもあの林業を継続していくって言ったときにですね、やっぱりあの現在のその材木の取引価格から、まあ、あの農業もそうだし商業も何でもそうだと思うんですけど、損益分岐点って必ずあるはずなんですね。でそこに従事している人の割合でどれだけ、一人当たり の出来高っていうのが、まあ、決まってきているから大体損益分岐点というのは出てくるはずなんです。でそういう観点から言ったときに、大体1経営体が森林面積をどのぐらいの規模にすればいいか、これは農業行政も同じだと思います。水稲だとか爆作である程度大規模化していってコストを下げながら競争力を持たせるのと同じように、森林の方も小さい経営体よりはある程度の規模、まあ、それが100ヘクタールなのか500ヘクタールなのか1000ヘクタールなのか、私は素人だから分かりませんけれども、やっぱりそれを集約化させていく中でやっぱり利益が出せる経営体に主導していくように、国がやっぱり主導しないと、森林組合に任せる、農協さんに任せるとかですね、そういう悠長なことを言っていて、今日50年60年経っちゃったのかなと私は思うんですけども、その辺の考えを、で先ほど林大臣からご答弁いただいたんですけども、財政的に逼迫している状況の中で市町村や都道府県がその森林を分かったっつって買い取って、コストが維持管理するのにかかるようなものを再納する、受けるっていうのを、まあ、何を国が手立てしなくてですね、やれるかって言ったら、どこの市町村もちょっと待ってくださいっていうのが現実の話だと思うんです。ですから先ほど申し上げたように、 CO2 の削減で予算をどんどん取ってやっていくっていうことであれば、公有地化しながらきちっとした管理をしていく、また国が一つの指針を出して経営規模はこのぐらいでやっていく、それには5年先10年先を見越した中で少しずつ集約化していってくださいよっていうのを提言なり、まあ、主導していかなければ、林業で生業として食べていかれる後継者も増えていかないんじゃないかなと思うんですが、その辺まとめてご答弁いただきたいと思います。林農林水産大臣。平成23年にあの森林林業基本計画を策定をしておりますが、この時にあの林業構造の展望ということを公表しております。で、まあ、10年後に向けて目指すべき姿ということと、いろんな政策をやって、まあ、これが、達成された場合にですね、こういうモデルになるといいですね、これを目指していきましょうと、こういうモデルを明らかにしておりますが、例えばあの森林所有者がその杉人口林600ヘクタールを対象に森林計画を作成して、まあ、施業を外注することなどして年間の600万円の収益を上げるモデルというのを一つ掲げております。また、組合がですね、所有者地区内にいらっしゃいますから、この方々の杉人口林7200ヘクタールを集約化して大部分の施業を外注して森林所有者に一定の利益を還元するモデル、まあ、こういうものをですね、お示しをしておるところで、ございます。まあ、こういうこの施業集約化を推進したり、それからあのコストを、まあ、いろんな施策によって縮減すると、それから人材育成等の施策と、こういうことをやっていって、こういう理想的なモデルに、まあ、近づけていってですね、なるべくやっぱり業としてきちっとやっていく、これをまあ原則といたしたいと、こういうふうに思っておりますが、まあ、非常に条件の悪いところなどですね、
なかなかそうならないところということについては、先ほどお答えしたように、地方公共団体、ただどうぞということではなくて、まあ、地方財政措置でですね、きちっと見ていくということも含めて、支援をしてまいりたいと、こういうふうに思っているところでございます。はい、鈴木義弘君。ありがとうございました。以上で終わります。